三人のポドキドのイドラーク。一デッキ。二、ファーストアタッカー。三、ディフェンダー。四、ネクストアタッカー。ドラークはトランプゲームの一つである。旧ソ連地域でよく遊ばれている。ゲームの目的は手持ちの札をすべてなくすことである。ゲーム終了時、手札を最後まで持っていたものがバカとなる。ドゥロックを英語風に読んでデュラックとも呼ばれる。ドラクは ロシアとスカンジナビアを中心に分布する、やっつけ、ゲームに分類される。このグループに属するゲームは、相手が出したカードを任せて札を出すか、そのようなカードを出せないか出したくない場合は、出されたカードを拾うというルールを特徴とし、多くの場合、取殺を早くなくすことを目的とする。ドゥラークは、19世紀初頭に出現し、当初は平民の間に流行し、 上流階級には遊ばれなかったが、現在では、ロシアで最も盛んなトランプゲームの一つである。各、数と A、K、9、J、10から6の36枚のデッキを使う。2人から6人までの人数で遊べるが、2人から4人が、普通である。カードは、上から順に、A、K、9、J、10、9、8、7、6で、切り札は、 切り札以外のカードより上である。カードをシャッフルして配るプレイヤーは、最初は1枚ずつカードを引き一番下のカードを引いた人、以後は直前の敗者である。カードを配るプレイヤーは、カードをシャッフルしてから、各プレイヤーに手札を6枚ずつ配る。次のカードを表向きにして机上に置き、残りのカードは、表向きのカードのランクとスートが見えるように、直角に交わるように伏せて乗せる。 表向きのカードのスートが切り札である。また、このカードは山札の最後の1枚であり、ゲームにも使用する。6人の場合、山札が残らないので、カードを配る人は、最後に配るカードを全員に見せてから、自分の手札に加え、このカードのスートを切り札にする。切り札を示すカードが A の場合、配り直しとする人もいる。主札を配り終わった時、一人の手札に5枚以上。 同じスートの手札があったら、配り直しとする人もいる。主札を配り終わった際、誰かの主札6枚すべて、もしくは6枚中5枚のカードが、単色のスートで占められていた場合、カードを配り直しとする人もいる。最初の攻めるプレイヤーの決め方は、一番下の切り札を持つ人、一手目は一番下の切り札を持つ人、二手目以降は、配り手の左隣、二手目以降は、 配り手の左隣か右隣か事前に決めるなどがある。攻め手の左隣が守るプレイヤーとなる。ゲームは時計回りに進む。攻め手はカードを1枚表向きに出す。このカードが攻撃カードとなる。同じランクのカードなら何枚でも攻撃カードとして出しても良いとする人もいる。守り手は攻撃カード1枚に対して、それに勝つ防御カード1枚を自分の手札から出す。 勝つカードとは、攻撃カードが切り札でない場合、同じ数とのさらに上位のカードか切り札のどちらか、攻撃カードが切り札の場合、より上位の切り札である。防御カードは、攻撃カードが見えるように攻撃カードの上に乗せる。守り手が攻撃カードに勝てないか、勝ちたくない場合は、守り手は、攻め手が出したものを含め、場に出ているカードをすべて引き取って主殺に加える。この時点で、 このターンの防御は失敗で終了する。守り手はターン中いつでも防御は放棄でき、その時点でターンは終了する。守り手が防御に失敗した場合、次の攻め手は守り手の左隣のプレイヤーになる。守り手が全ての攻撃カードに勝ち、他のプレイヤーがこれ以上攻められないか、攻めたくない場合、このターンの防御は成功で終了する。 ターンが終わったら、ターンで場に出された攻撃、防御のカードをすべて、捨て札として、ゲームから取り除き、守り手が次の攻め手となる。捨て札は伏せておき、どの時点でも、捨て札の山を確認してはいけない。最も盛んなポドキドノイというバリエーションでは、すべての攻撃カードに、守り手が防御カードを出すたびに、攻め手や、第三者は攻撃カードを追加できる。追加の攻撃カードは、 それまでの攻撃カードの横に1枚ずつ並べておく。追加の攻撃カードは攻撃側、または守り手が場に出したカードとランクが同じでなければならない。最初の攻撃と追加を合計した攻撃カードは6枚まで、または防御開始前の守り手の手札の枚数のうち少ない方を上限とする。守り手は追加の攻撃カードにも全て勝たなければならない。 攻撃の追加は、常に、攻めてから始めて、時計回り順に、前の人が追加を終えたら次の人の番にする人も、順番は設定しないが、攻めてが追加しないと、他の人は追加できないとする人も、順番はないが常に攻めてに優先権を与える人も、順番も優先権も設定しない人もいる。手の最初の攻撃では、攻撃の枚数を5枚までに制限する人がいる。多人数の個人戦では、 守り手の両隣以外の攻撃を禁じる人がいる。守り手が防御を断念したとき、上限まで攻撃カードが出ていなければ、攻撃カードを追加して良いとする人がいる。防御が成功しても失敗しても、ターンの終わりには、以下のように手札を補充する。このターンの攻め手は、山札からカードを引いて、手札を6枚にする。ついで、時計回りに手札が6枚に満たないものは、 山札を引いて手札を6枚にする。山札がなくなったら手札を補充しないでプレイする。山札の最後のカードは切り札定義カードであるのでカードを引く順番は重要である。このゲームには勝者はなく敗者だけがいる。ターンが終わった時に主札に最後までカードが残っていたものが負けでありバカと呼ばれる。攻め手が最後の手札で攻撃し守り手が 最後の手札で守り、主札も山札もなくなったら、敗者の判定は、ターンの終わりに行うので、引き分けとする。引き分けを認めないなら、この場合、守り手の負けとする。引き分けの次の手は、前のバカが引き続きカードを配る。残り二人の時、切り札でない6が一枚だけ、あるいは、複数の6だけの手札で攻撃して、相手を任したら、検証をつけるという。 これは、単なる負けより悪い負け方とされる。4人もしくは6人の場合、チーム戦が可能である。チームメンバーは向かい合わせもしくは互い違いに席につく。チームのメンバーは、チームメイトに攻撃も防御もできないが、敵チームが不利になるように協力して戦う。個人ではなく、最後まで主殺をなくせなかったチームが負けである。このゲームには、多くのバリエーションが存在する。 また、アルメニア式と2度目のチャンスとポーカーのように、ルールのバリエーションを複数組み合わせることもある。ありがとうございます。